はい、男性のたしなみといえばシェービングですね。永久脱毛したいところなんですけども、今のところ私はね、このね、6枚刃を使ってます。6枚刃すごいでしょ。3年ぐらい前に通販で購入して、それ以来気に入って使ってるんですけども、むちゃくちゃ剃れるんですよ。で、3年間替え刃がいらないよってことだったんで、ずっと使っていたんですけども、3年経ちましてね、歯にだいぶほころびが出てきましたんで、今回新しい替え刃をインターネットで購入しました。届いたんですけども、こんなでかい箱に入ってきてます。箱はでかいんだけども、入ってるのはたったこれだけというね。あれ出ないですね。はい、出ないですね。はい、たったこれだけです。これね、同じでしょ。で、これだいたい価格がね、泉っていう書いてるでしょ、6000円から7000円ぐらい、場合によっては8000円から1万円ぐらいしてたんですよ。で、半年前からウォッチしてたら、この度ね、4500円で出物がありましたんで、購入しました。ね。だから、通販の場合は、あ、必要になってから買うんじゃなくて、あ、必要になりそうだなと思ったら、もうね、半年ぐらいウォッチするつもりで早めに手を打っておくこと。で、ちょっと早くても安いなと思ったら買うことですよね。だから、ずっと見てると相場がわかるんですよ。だいたいこのぐらいの金額だなってのが。で、1000円でもお得に買いたいなって。だから、通販って安く買えるのがポイントじゃないですか。うん、だから普段ね、店舗の商売だとなるべく高く買うんですよ、私の場合は。で、通販だともう安さ以外には求めるものがないかなというところです。はい、まあ、なるべく高く買うっていうのは変な表現ですけども、例えば近くの飲食店でね、ラーメンがありますと、ラーメン800円ですと、でも激安店ではその500円ですとかね、あるとするでしょ。そんな乱暴な価格はないと思いますけども、そうなった時に、うん、やっぱりね、近くのお店になるべく生き残ってほしいんで、ちょっとね、割増ぐらいで買うぐらいですか。お、新品だな。うん。買えばしましょうか、これ。間違えてなければいいんですけどね。間違えてないと思うんですけど。こうやって外して、こういう風になるでしょ。で、新しい歯をこうやってはめると。お、パチッとはまった。新品になりましたね、これでね。はい、古い歯、新品、古い歯ね、どうでしょうか。ちょっと試してみましょうか。あ、わあ、すごい。やっぱね、この3年間使った歯だとちょっとね、チクチク感があったんですよ、やっぱり。やっぱほころびってなんでしょうね、歯がね、いろんなところが。こっちは新品なんで、さすがにスムーズ、なんか心地いい、滑らか、全然違うわ。これはいいですね、これはいい。やっぱ買ってよかった。今回ね、お金払っただけはあります。で、注文して1日半、2日以内に届きました。本当ありがたいことです。そんなにね、急がなくてもいいですからね、配送の方ね。どうもありがとうございました。